ミラキュラス・レディバグシャノワールは、フランス、韓国、日本の共同制作によるフランスの 3DCG、テレビアニメ。2015年に、シーズン1前26話が放送され、2017年に、シーズン2前26話が放送され、2019年に、シーズン3前26話が放送された。2021年にシーズン4前26話が放送予定。韓国。 フランスアメリカなどの諸外国では2015年にシーズン1が順次放送開始され、日本では2018年7月23日からディズニーチャンネルでの放映が決定し、同年7月1日に第1話がアプリで先行放送された。2018年8月12日にはティーンチョイスアワード2018にてアニメーション部門を受賞している。 フランスパリを守るスーパーヒーローのレディバグとシャノワールとその正体である高校生マリネット・ディュー・パンチェンとアドリアン・アグレストの奇妙な視覚関係を描いたヒーローアニメ。ストーリーは基本的に1話完結型だが時系列はバラバラであり、区長とジャゲット・ストーンの対面シーンなど話の流れと放送順に矛盾が生じることもある。もともとはフランスのアニメーター。 トーマス・アストリュックが職場で出会った女性や日本のアニメからインスピレーションを受け、これまでにない点灯虫モチーフのスーパーヒーロー、レディバグを創造。漫画の表紙風イラストをいくつか描いた。アストリュックはレディバグを漫画展開するつもりだったが、アニメ会社、ザグチューンの創立者、ジェレミー・ザグがアニメ化を提案した。2012年6月には、 海外市場の拡大を望んでいた東映アニメーションが共同プロデューサーに加わり日本のボえアニメテイストの 2DCG アニメで制作された PV が公開された。しかし手書きの 2D アニメでレディバグのコスチュームを再現する難しさから 3DCG アニメに路線変更され東映アニメーションは制作を外れる。2012年11月から韓国の CG 会社 サンジアニメーションが映像制作を担当し、2013年11月にはミラキュラスのタイトルでトレーラーが公開。2D 版に比べるとリアルタッチで表情豊かなスタイルになり、2015年にテレビシリーズとして放送開始された。2020年に実写映画化が予定されていたが、ミュージカルアニメ映画レディーバグ キャットノワールアウェイクニングへと企画が変更され、2021年に公開予定としている。また、アストリュックは幸運を象徴する天ム虫のレディバグのパートナーに不運を象徴する黒猫のヒーローでキャットウーマンとスパイダーマンを意識したシャノワールを想像したが、クリエイティブチームはシャノワールに変身するフェリックスを型にはまったアニメの主人公と判断したため、 現在のアドリアンに修正された。ザグは日本の玩具会社バンダイとパートナーシップを結んでいるため、本作の玩具はバンダイが独占販売している。2019年10月25日からは、東映アニメーション主導による日本での本格展開を開始、日本版公式サイトの開設、講談社、月刊少年シリウスでの漫画版の連載、商品展開を行うことになる。 そのため、日本においては、現在提供を行っているウォルト・ディズニー・ジャパンに加え、東映アニメーションとの共同提供となっている。現代のフランス・パリに住んでいる、ごく普通の高校生、マリネットとアドリアン。だが二人は、邪悪な影から、パリの街を守るスーパーヒーローである。謎の男ホークモスが作り出す善良な市民を、ヴィランへと変える邪悪な生物、悪魔を捕らえるため、 クワミの力で、レディバグとシャノワールに大変身。ライバルかつ、バディとして、共に戦う二人だが、その正体は誰も知らない。党の本人さえ、お互いの正体を知らず、マリネットはアドリアに、シャノワールは、レディバグに両、片思いをしているのであった。マリネットの家族アドリアンの家族アルエアの家族、ニノの家族、クロエの家族メインキャラクターの家族、または関係者その他の家族。 メインキャラクターサブキャラクターメインキャラクターサブキャラクターサブタイトルは一部を除く悪魔やセンチモンスターの名前日本話数はフランス話数と異なる場合が多い話数が空白のところは判明していないと示すシーズン1シーズン2シーズン3シーズン4本編との時系列上の関係は明記されていないがオープニングのミラクルボックスがレディバグバージョンのため シーズン3終了以降と思われる。あらすじスーパーヒーローの街、ニューヨークで開かれるフランスとアメリカのフレンドシップ、ウィークにマリネットのクラスみんなが参加することになったが、アドリアンは、父のガブリエルに反対されて、パリに残ることに。ニューヨークに行く、レディバグワルスの間シャノワールに、パリを守るようお願いし、ニューヨークに行けないことを落胆しつつもシャノワールは、 レディバグの頼みを聞くことにした。一方で友達としてアドリアンにも参加してほしいと願うマリネットがクラスの代表としてガブリエルを説得しに行くとすんなりと許可が下りアドリアンもニューヨークへ行くことに。その話を聞いたアドリアンは驚きつつもレディバグとの約束を気にし悩んだがプラッグの助言でニューヨークに行くことを決意。そんな中、 ニューヨークで展示されるミラキュラスを狙うため、ホークモスが世界中を巻き込む大事件を起こす。この危機にパリとアメリカのスーパーヒーローが協力して立ち向かうことに。ユナイテッドヒーローズアメリカのスーパーヒーローは、フランスとは違い、正体を必ずしも隠す必要はない。登場人物あらすじ学校が休みに入り、充実した日々を過ごしていたマリネット。そんな中アドリアンが、 父親のガブリエルと一緒に上海へ向かったと知り、マリネットは母親から上海の親戚へ送るよう頼まれた贈り物を直接届けに行きたいと申し出る。ところが上海に到着して間もなく、マリネットは持ち物をすられてしまう。ティッキーの入ったポシェットやミラキュラスのイヤリングまでも、途方に暮れるマリネットは街中で一人の少女と出会う。 登場人物イメージカラーが2色表示されている場合はミラキュラスの色とスーパーヒーローの色の順番かもともと2色あることを示す。一式の場合はどちらも同じカラーであることを示す。イヤリングのミラキュラスを使ってウ灯虫のスーパーヒーローに変身する。変身の言葉はティッキー、スポッツオン、フッツ、トランスフォームモア。変身解除の言葉はスポッツオフ。 フツ、デトランスフォームモア。イメージカラーは赤。抜群の身体能力で立ち回りながら、ヨーヨーを武器にスーパーヴィランと戦う。また、戦いの際に一度だけ使うことができるヴィランを倒す、ヒントになる、ラッキーチャームを出したり、ヨーヨーで悪魔を捕獲して浄化し、破壊されたものを修復することができる。それができるのはこのミラキュラスで変身したヒーローだけである。ヨーヨーは、 音声認識機能が搭載されたバグフォンにもなり通話機能や力の使い方が記されている緊急用マニュアルがある指輪のミラキュラスを使って黒猫のスーパーヒーローに変身する変身の言葉はプラッグ、クローアウト変身解除の言葉はクローインイメージカラーは黒素早く身軽な動きによる不意打ちや伸縮性の金属の棒を使った棒術で ヴィランと戦う。また、特殊なパワーを手にまとわせると、物質を腐敗させ破壊することができる。聴覚が強化されている。また、暗闇の中でも視界が明瞭になる、暗視能力がある。金属の棒は、キャットフォンにもなり、通話機能が搭載されている。ヘアコームのミラキュラスを使って、蜂のスーパーヒーローに変身する。変身の言葉は、ポレン、バズオン。 変身解除の言葉はバズオフ。イメージカラーは黄色。武器であるコマは通信機にもなる。ネックレスのミラキュラスを使って狐のスーパーヒーローに変身する。変身の言葉はトリックス、レッツパウンス。変身解除の言葉はレッツリスト。イメージカラーはオレンジ。武器である笛を吹き、自分の思うような幻影を作ることができる。腕輪のミラキュラスを使って、 亀のスーパーヒーローに変身する。変身の言葉は、ウェイズ、シェルオン。変身解除の言葉は、シェルオフ。イメージカラーは緑。シールドはゴングにもなる。ロケットブローチのミラキュラスを使って変身する。変身の言葉は、ヌールー、ウィングライズ。ダークは、ヌールー、ダークウィングライズ。変身解除の言葉は、ダークウィングフォール。イメージカラーは紫。 ブローチのミラキュラスを使って変身する。変身の言葉は、ルーズー、スプレッドマイフェザー。変身解除の言葉は、フォールマイフェザー。イメージカラーは、青。裏側には、ひびが入っている。現在、シャドウモスのユニファイに使われている。ペンダントネックレスのミラキュラスを使って、ネズミのスーパーヒーローに変身する。変身の言葉は、ミューロ、ゲットスクイーキー。 イメージカラーはダークグレーとピンク。花輪のミラキュラスを使って水牛のスーパーヒーローに変身する。イメージカラーは藍色。パンジャスブレスレットを使って虎のスーパーヒーローに変身する。イメージカラーはマゼンタ。懐中時計のミラキュラスを使ってウサギのスーパーヒーローに変身する。変身の言葉はフラッフ、クロックワイズ。変身解除の言葉はカウンタークロックワイズ。 傘を武器にして戦う。イメージカラーは水色。チョーカーのミラキュラスを使って、竜のスーパーヒーローに変身する。変身の言葉は、ロン、ブリングザ・ストーム。変身解除の言葉は、オープンスカイ。3種類の能力があり、すべての能力使用後の5分後に変身解除される。イメージカラーは、黒と赤。バングルのミラキュラスを使って、蛇のスーパーヒーローに変身する。 変身の言葉は、サス、スケールスリザー。変身解除の言葉は、スケールリスト。イメージカラーは、エメラルドグリーン。メガネのミラキュラスを使って、馬のスーパーヒーローに変身する。変身の言葉は、カルキー、フルギャロップ。変身解除の言葉は、ディスマウント。イメージカラーは、黒と茶色。ヘアクリップのミラキュラスを使って、ヤギのスーパーヒーローに変身する。 イメージカラーは黒と白。金庫時のミラキュラスを使って猿のスーパーヒーローに変身する。変身の言葉はサピュー、ショータイム。変身解除の言葉はナップタイム。サムリングのミラキュラスを使って鶏のスーパーヒーローに変身する。イメージカラーはオレンジに近い。首輪のミラキュラスを使って犬のスーパーヒーローに変身する。イメージカラーはオレンジ。 パールアンクレットのミラキュラスを使って、歌のスーパーヒーローに変身する。イメージカラーはピンク。ワシのスーパーヒーローに変身する。変身の言葉は、リリー、ウィング・オブ・リバティ。イメージカラーは不明。プロディジャスの審判を受けたフェイが身につけたブレスレットのミラキュラス。作中では使用して変身した描写はない。ネックレスを使って、スーパーヒーローに変身する。 プロディジャスを狙うガブリエルにヌールーが警告するほど、ミラキュラスと比べて力が強大であり、それゆえに使われなくなった。ミラキュラスと似ているが、下記の特徴がある。一匹の悪魔で複数人が悪魔タイズされたヴィラン。東映アニメーション制作の PV 公開後、日本でも話題になり、上陸が期待されたが、3DCG アニメーションに移行し、日本が制作に関わらなくなると、 上陸は難しい状況になった。しかし動画投稿サイトで非公式の日本語字幕版が投稿されるとファンが増え始め上陸を求める声が強くなり有志によるザグチューンは宛ての署名が2017年に開始。するとそこから1年も経たないうちに放題や吹き替え版収録風景が公開ディズニーチャンネルでの放送が発表された。 それに伴い、ファンに最も親しまれたニコニコ動画投稿文の字幕版は、フランスの映像系製作プロダクションオン、エンターテイメントの申し立てにより削除された。吹き替え版は、韓国版同様音程修正済み定倍速、A、B、C パートの3分割に編集されている。また、放送前か、後にローラーマラノが歌うテーマソングのメガボルトが流れる、ことがある。 ありがとうございます。